国鉄4500系蒸気機関車。4500型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道員に在籍したタンク式蒸気機関車である。日本に導入された初のマレー式機関車として知られる、機関車である。本校では、同系の4510系及び2000型についても、記述する。4500型は、ドイツの JA マッファイ社が1902年、 明治35年に製造した、車軸配置0から4から4から0系の、マレー式タンク機関車、製造番号2314である。1903年、明治36年に、大阪で開催された第五海内国官業、博覧会に、高田商会を通じて出展されたもので、納入先が決まっていたものではなかった。ちなみに、同博覧会では、 鉄道産業局神戸工場製の F1 系、あとの9150系や、汽車製造の製板6、台湾総督府鉄道に納入された A10 系、あとの230系の同系機とともに、出展されている。同博覧会の終了後の1903年8月、関節鉄道の東海道線、五典は沼津、静岡浜松間で試運転が行われ、一応の成績を示したものの、 関節鉄道は購入せず、日本鉄道が押し付けられる形でこれを購入し、MA2、2プラス2、日経、701とした。日本鉄道は、これを宇都宮湖に配置し、日光線や東北線の黒い磯白川間で使用した。同線は輸送量があまり多くなく、25%パーミルの勾配が連続する区間もあって、マレー式タンク機関車の使用には、 公的な線区であった。これに興味を示したのは、同様に、勾配線区を抱える北海道鉄道、初代と岩越鉄道であった。北海道鉄道では、日本鉄道が購入したものと同型でやや小型の、しかし、道輪系は一回り大きな0から4から4から0、系マレー式タンク機関車を1905年、明治39年に一両 製造番号2407を輸入し、d 1系、1 1として、現在の函館本線山線区間で使用した。岩越鉄道は、予算の関係で、マレー式ではなく、通常の0から6から0系の単式タンク機関車1両を購入し、高2系、6として万代越えで使用した。これらは、1906年、明治39年に制定された。 鉄道国有法により、間接鉄道に編入され、1909年、明治42年には、鉄道員の車両形式称号規定によりそれぞれ、4500系、4500、4510系、4510、2000系、2000と解消された。国有化後は、各形式各一両であったことがわざわいして、各地をたらい回しにされ、 不遇を過去つことになる。四千五百と四千五百十は九百十一年、明治四十四年三月末までに導入予定のマレー式テンダー機関車の教習用して、中部鉄道管理局に転用され、四千五百は翌年五月に神戸鉄道管理局に移った。四4510は大き、後に名古屋の配置で、中央再線などで、四千五百は神戸の配置で、 ありませんなどで使用された。1920年、大正9年2月には4510が仙台鉄道管理局に転属して2一に配置されたが、塩が線で使用されているのも実験されている。一方、2000は、高線規格を上回る過大な同軸重ゆえに、本線運用に使用することが困難であり、大井工場や浜松工場で、 入れ替え用に使用された後、早くも1918年、大正7年に廃車され、4500と4510も、教習用となった後1924年、大正13年に、廃車解体された。車軸配置0から4から4から0の、飽和式ボイラーを備えるマレー式タンク機関車で、運転室から、煙室全端近くまで、細長く伸びた側水槽が、 特徴的である。その設計、特に4500系のそれは、王立バイエルンクに言う鉄道 BBE 型を基本とし、狂気のバックゲージに適合するように、ボイラー加湿部分を細長く設計変更して、大枠幅を縮小、これに合わせて、運転台などの各部設計を調整したものである。4500型と4510型は、 マレー式のため4本の同軸は2軸ずつ前後に分割された各大枠で指示され、全部大枠はボイラーと一体の後部大枠との間に設けられたピボットを支点として陽動あるいは首振りす構造である。このため同軸数4の D 型機相当でありながら B 型機並みの究曲線を通過可能である。ボイラーで発生した蒸気は蒸気道ム後部に置かれた 加減弁を経由した後、一旦直に結合されている、後部大枠の前端、ボイラー加室前に置かれた、高圧、一時シリンダーへ導かれ、ここで、後部大枠に属する二動軸を駆動した後、その排気が、フレキシブルパイプを介して、全部大枠へ送られ、やはりその前端に置かれた、低圧、二次側シリンダーで全部の二動軸を駆動し、相対的な位置関係が円弧状にスライドする、 ボイラー演出との間を特別な継手を内蔵した、排気管経由で煙突から排気を放出、それによってキセルお及び過質の通風を行う構造である。なお、全部大枠の首振り時の復元力を与えるため、ボイラー演出直下に復元バネが置かれ、全部大枠とボイラーを結んでいる。ボイラーは細く、第二間動上に蒸気ドームが設置され、 そこから直下に置かれた高圧シリンダーへの蒸気管が伸びている。砂箱は第一感道上に円筒形のものが設置され、運転室前の過失上に大型の安全弁が設けられている。運転室の前面には風よけに楕円形の窓が設けられているが、後部は開放的で台形の比較的大きなタンコが後部に張り出している。なお、四千五百型では、 水タンク、運転室、タンクそれぞれの幅がほぼ同一であるが、4510型では4500系以上に厳しい寒冷地で使用されることもあって運転室の側面開口部面積が縮小されており、水タンクとタンクが運転室より張り出したデザインとなっている。4510型は当初は煙突上端にキャップをつけた化粧煙突を装着していたが、後年、 4500型に類似の簡素なテーパー付きパイプ煙突に変更されている。また、4510型は北海道で使用されたこともあって、春工当初自動連結機を装備していたが、本州への転属に伴って、ネジ式連結機とバッファー、干渉機に交換され、真空ブレーキを付加されている。車軸配置0から6から0の飽和式タンク機関車で、 短式シリンダー2機一組を備える通常構造の機関車である。携帯的には4500系、4510型と共通するラインを持つが、側水槽は煙室全端まで伸びており、これと半ば一体化している。運転室側面は直線的な4500型などに対して曲線を用いており、後部タンコの張り出しもない。 機関車研究家の金田茂広氏は、1889年から1905年にかけて、合計27両が j、A. m ファイ社で製作されたプファルツ鉄道向け T3 型の各部寸法や基本構造が本形式と近似することから、同形式がプロトタイプとなった可能性を指摘している。もっとも、本形式の蒸気ドームは、煙突直後の大ト感動上に、 円筒形の砂箱は第二感道上にあり、蒸気ドームを第二感道上に置き、その直後に角形の砂箱を置いた T3 型とは印象が異なる。また、弁装置も T3 型が変身リンクを特徴とする、外側スティーブンソン式であるのに対し、本形式ではワルシャート式が採用されており異なっている。 ただし、過失上に、円筒形の台座を突き出して設置された安全弁の構造は要形式で同一である。なお、本形式のシリンダー直径については、JA マフファイ社の公式地と1909年版の車両形式図では18インチであったものが1914年版、車両形式図では16インチに変更されている。これについて、金田茂広氏は、オリジナル設計では、 シリンダ引っ張り力が計算上通りの摩擦引っ張り力より大きくなり空転しやすいことと16インチ K であれば計算上適切なシリンダ引っ張り力が得られ、またシリンダ直径変更についてはシリンダー内にライニングを挿入することで対応できると指摘している。楽しくご覧になりましたら高読と良いです。クリックしてください。